が抜いてね、はい、で、構えから入ってますね。すみません、スタート。まず千葉構えだね。ここまでが基本の足さばきですね。足さばき、今度は受け身だね。で今度は先へ行きます。今度は基本拳ですね。縦拳、上段基本の。これは上段。こっちは中段。今度は横拳ですね。少しこれが上に行くとね、こっちでガードしますね。ガードを入れてやるからね。今度は裏剣だね。今度は上げてのこっちから上げていきますね。横剣。これまあどうも入れるか、ね、そしたら今度は蹴りだね。最初は中段移動しながら蹴りますね。上段中段払い下段ここまで一応剣が剣と剣があるね。でこれをなんで剣があるか剣入れますね。最初は上段突き出して内払いだね。今度は中段出して次は今度は裏剣で来たのを受けますね。
で、外葉。中段。次だ。蹴りだね。続けますかね。それから今度は投げに入ってくるんだね。それじゃあ今度は踏みやってみましょうか。じゃあそう、踏みず、やるやつを。で、ストップ。はい、いいですよ。はい、もう一度の早くかな。この次が今度は、これが横剣も同じだからね、これは説明できます。まずは裏剣だね。1、2、はい、上げてくる。これ同じだ。次が横剣だな。じゃあもうこれやってもしょうがないけども、まずじゃあ面なし、同じないから、これはこれも OK、 この間ね、落ち合いですね。まあここまでで同じで、ドアは同じで、ここ入る、どうなるか、はい、どうも、そして今の、まあ、ポイントは、これがこう、これでポイントだね。これがガーンとあっちのところで反則取られますね。だからランダーとも、これで取りますね。このようなですね。だから、蹴りはまあ、これはない、上の方はなくて、ここがポイントですね。それから、ちょっと左に止まったかな。このゲランのこれ払えばここですね。取りきれてるんだね。で、昔は甲冑をつけてたからね、これガーンと崩れたはずだね。なんかこうバーンと蹴っといて刺してしまう。まあ、これが古流の基本ですが、これを今度はランドリーとか試合になっていくと今度は変わってきますね。上地がついたな。上中で、はい、うん、あ、中段の姿勢、はい、で中段の前に入りますね。逆も入って、はい、2本で、うん、ですね。その次が中上なんですかね、はい、
これが片手抜け、今度は前に開いてごらん。やっぱ大事なことはね、これやると遅れちゃうんだね。これやると入っちゃいますね。ほとんどこう、ピンピン、ここのスナップで返すわけだね、大事なことはね。はい、上裏片手抜き。まあ、片手連撃、まあ、非常に速い剣ですね。言ってますね。今度は側撃、これがまあ武田流の銃剣法の一番の特技ですがね。うん、主人はついてきてる、冗談だな。はい、どう、はい、どう、これは1対2ぐらいなんだね。逆も入ってる、どう、どう、中段、どう、中段でも同じですね、返しがありますね。たくさんこれあります。今度は実際も払って、当て切り入れようかな。はい、実際にはジャーンと返すと浮き上がって出ちゃいますね。威力あるわけですがね、これが今のが側撃と言いましてね、まあ武田流特有のこの拳法技ですね。1対2に入るわけだね。ちょっとスローで聞けばね、まあ1ですね。これ反対だから、こう普通はね、はい、1、2で行くんだけどね、1、2を1対2で持ってるからね。やりますね。それがさっきのこう裏に返すのもそうだしね、ただ剣のこれが側撃といってのは時々独特の技ですね。側撃、この側撃に対して今度は波が入るますね。冗談的でやるかな。まあどこでもある腕長もですね。だから今度はリアルでやるかな。で冗談で入ってくるね。それは払いからの後ろ投げですね。蹴りで。全部やるとたくさんある技がたくさんあるからこのぐらいでいいだろうとても覚えきるもんじゃないしね。それで、まあ、武田流の特徴というのは今言った側撃だとかね、
裏剣が一番特徴がありますね。だから払うんでもこの下段を払うっていう技ほとんどないですね、ここを攻めるのね。これが、まあ、武田流の重剣法。重剣法っても剣法の特有な技と見てですね。はい、よし。